はい、アキラ K です。東海汽船に乗ります。まあ時々乗ってんですけどね。船の旅特別感謝ツアーバタバタシリーズということで、何度目なのかな、3回目かな、バタバタシリーズで。バタバタシリーズ第1回第2回はね、受付と同時に電話したんだけど取れなくて、第3弾はちょっと内容がねしょぼいんで人気なかったのか、もう全然余裕で、発売日忘れてたくらいなんだけどね。発売日の夕方に電話しても余裕で取れたというね。あんまり人気ない。まあ、乗れるね、船の数が少ないんですよ、今回は。ということで、なんですけど、まあ、私にとっては魅力があったんで、8000円払って、ツアーに参加します。はい、まだ出発してません。明日の夜に船は出ます。その前に、収録してるわけですけど。はい、受付はですね、竹芝のターミナルおなじみ、そこで、夜受付をして、まあその日の夜に船が出るわけです。サルビア丸で、サルビア丸というのはですね、来年早々、来年春でね、退役するんです。退役ってはないのかな、来年春で、就航終了ということで、新しい船に切り替わるんで、乗りたい人は早く取っとかないとダメですよ。これ新海誠監督の天気の子ってアニメの中で出てくる船です。はい。で、その船で、式根島に向かいます。サルビア丸、特二島なんだ。特二島って個室のような、なんていうかな、ベッドのような、なんていうか、カーテンで仕切られているところですね。はい。私ね、サルビア丸だけでね、何十回と乗ってるんでね、まあ、新島に住んでたってこともあるんで、それが、で、サルビア丸は、大島、豊島、新島、その次、式根島ですね。で、式根島に9時5分に着きます。で、このサルビア丸は、神津島へ行って、神津島から折り返してくるんですけど、で、ここから、式根島から、式根島でですね、その前に、8時から8時半まで、ツアーに朝食券がついてくるんで、朝食を食っとけと。で、式根島から、次、ここから、新島にはですね、孫遠船錦っていうのがね、新島村所属の孫遠船錦っていうのがありまして、1日3往復、新島と式根島を結んでおります。で、これに乗って式根島から新島に移動しろと。で、その次、新島から大島なんですけど、そこはまたサルビア丸。このサルビア丸というのは、神津島行って折り返してきたやつですね。神津島、式根島、次新島なんで、新島から乗って大島へ向かうと。で、新島を出港した後で、昼飯が食えると。昼飯券もツアーに含まれるんで、昼飯が食えると。で、ポイントはね、これなんですよ。ソーダ室見学がございます。で、サルビア丸のソーダ室に入れるんですね。これが魅力だったんですよ。ソーダ室入ったことないんでね。見学させてもらって、次、これ14時10分に大島に着きます。ですから、新島を出て、豊島に寄って、次大島ですからね。で、大島から先、14時35分発のジェットホイールで、東京に16時20分に帰ってくると。このようなツアーでございます。ですね。これが8000円。8000円が安いと思うか高いと思うか。まあ人それぞれですけどね。まあ私は、まあこの操舵室見学ございますという。これだけに惹かれてね、申し込んでみました。さて、どんな旅になるでしょうか。この後ご覧ください。はい、やってきました。竹芝でございますが。まあ一番近い駅は、まあゆりかもめの竹芝ですけど、私はいつも JR の浜松町駅から歩きますね。5、6分かな。まあ他にも大江戸線の大門駅なんかが近いです。まあ、竹芝桟橋といえば、このね、船のマストを模した、イルミネーションというか、なんというか、あとは、ま、この広場ですね。夏はね、ここにずらーっと人がね、並ぶわけなんですけど。はい、相変わらずの、チケットカウンター周りですけど、特に変わったところは、ございません。この日は、割と空いておりました。ここ空いてた割にはね、船内結構混んでたんですけど。はい、これが乗るサルビア丸でございます。今荷物の積み下ろしなんかをやってますね。で、ボーディングブリッジ、飛行機にね、乗る時のタラップみたいな、あんな感じで、船内にご案内というかね。
今回添乗員さんが一人ついてましたんで、添乗員さんがご案内という感じでしたね。でね、特二棟ね、二段ベッドの上だったんですよ。で、まあまあ枕と毛布とコンセントはついてましたけど、特二棟の二段ベッドの上ってね、結構暑いです。暑くてね、薄着で寝てましたね。毛布もかけないで。で、レインボーブリッジをくぐって、最初の目的地、式根島。最初の目的地は式根島でございます。綺麗ですよね。で、朝食、それからね、昼食の2食は、ツアー代金に含まれております。まあ、お客さんが引けた後、ちらっとね、レストランを撮ってみました。あれね、水槽があるわけじゃなくて、あれ、プロジェクターで投影された、画像です。水槽っぽかったの。これ、新島ですね、沖に見えるのが。で、式根島に到着しました。天気予報はね、雨予報でね、ビクビクだったんですけど、結局ね、ツアーの間ずっと雨降らなかったですね。最後に、大島でね、ジェットホイールに乗った直後にパラパラっとね、ジェットホイールが濡れたというかね、その程度でした。はい、式根島で釣りをしましたが、予定通り釣れませんでした。サメがいたのでね、ちょっとびっくりしましたけど。まあ、ね、他の人もほとんど釣ってなかったんで、まあそんなもんだろうな、という感じでございました。1時間半ぐらいかな、釣りしてたの。まあ、ここだけですね、釣りしたのは。で、式根島からは、この新島村営線の錦で新島に向かいます。この錦は1日3往復してる船です。まあ、これ、この辺もね、もちろんそのツアー代金に含まれるんですけど、普通に乗ったらね、片道、いくらだっけな、430円あれすいません。すいません、相変わらず適当で。これなんかこんな感じですね。で、まあ、せっかくなんで、というよりもね、私、相変わらずトビウオ好きなんでね、トビウオの写真を撮りたくてね、ちゃんとね、カメラとレンズ持ってきたんですけどね、2匹しか飛ばなかったですね、この10分間の間に。2匹じゃね、ちょっと撮れないよね。ね。せめてね、10匹ぐらいね、パラパラとでも1匹単位でもいいから、10匹ぐらいは飛んでくれないと、1匹、2匹、ねえ、パラッパラッて飛んだだけじゃ、カメラの調子を見ただけで終わってしまった感じです。はい、で、新島へ向かいますね。いい波でしょ？ね、波もなく穏やかでね。で、下船の時は、この、まあ、ちょうどね、干潮だったんでね、後ろの、展望デッキの後ろ側のところにスロープを出して、まあ、この辺がね、まあ、バリアフリー化されて、前の錦はね、こんな感じじゃなかったんですけど、この錦は、まあ見た目一緒なんですけど、いろいろ改良されてる船ですね。まあ、この辺の事情については、あまりにもマニアックすぎて、なんだか、何言ってんだかよくわかんないと思いますけど、まあ私ね、昔新島に住んでましたんでね、この辺の事情というか地理には明るいですよ。で、ほんのちょっとだけ、15分ぐらいかな、空き時間があったんで、湯の浜露天温泉に、ちょっと見学に、別に、一瞬だけだったら足湯入るぐらいの時間はあったんですけど、まあ、ちらっとね、船着き場から歩いてね、5分ぐらいなんで、これ、まあ、誰もお風呂入ってないですけど、下と上にもお風呂があってですね、ここはまあ、水着着用で、入るとこです。で、次、これで、また再びサルビーマルで、大島に向かいます。で、大島行く途中でね、豊島にも寄るんですけど、そうそう、これ、乗り弁。宮虎の式根島のね、お店ですね。これは、これが昼食です。昼食として、供給されたというかね。で、この後ね、この船の一番最上段で、豊島の入出港を見られる。まあ、これツアーの、ツアー特典ですね。この、本当にね、最上階の外。まあ、3D 映像なんか、3D じゃね、VR のね、映像なんかも撮ったんですけど、と、それから、操舵室で、船長の説明をね、25分ぐらいかな、いろいろ解説と質問受付とかあるんですけど、残念ながらそのシーンは、公開しちゃダメと言われたんで、まあ、そりゃそうですわな、セキュリティ上の問題で、このツアーの目玉のシーンは、すいません、カットでございます。で、大島で、下船しまして、まあ、よかったですよ。でも、そのね、ツアーの目玉はね、発生の価値はあったと思います。
思います。まあ、船マニアだったらですけどね。まあ、一般のお客さんがどう感じたかっていうのはちょっとまあ、わからないですけど、私はまあ、お腹いっぱい大満足でしたね。まあ、動画、それから VR の動画もね、操舵室、それから、最上階のデッキからね、ずいぶん長い間ね、撮りっぱなしで、映像を撮れましたんで、SNS とかね、YouTube にアップしちゃダメよと言われたんですけど、個人で楽しむには問題ないと言われたんで、私の家に遊びに来たら、その映像は見ることができます。はい。で、ここからは、大島からは、大量、魚一匹も釣れなかったのにね、ジェットホイール大量に乗って、竹島に戻ります。で、そう、錦とね、ただ、錦と、それから、ジェットホイール大量については、360度の VR、私個人的資料動画というのも撮って、YouTube にアップしてますんで、もしよろしければご覧ください。サルビア丸を追い越して、竹島に向かっております、ジェットホイール。パラパラっと雨降ったんですけど、あ、そうそう、ジェットホイールなんかね、BOSE、これノイズキャンセリングヘッドホンなんですけどね、2階の一番後ろの席でエンジンが近いんでうるさくてね、まあ、ノイズキャンセリングヘッドホンあってよかったですよ。まあ、新島に住んでて、島に通ってた頃もね、あれ、大活躍でしたけどね、まあ、そのためにね、その頃買ったんですよね。まあ、だから随分古い、モデルですね。最初はクワイアットコンフォート2っていうのをね、その昔買って、あれは見せたのは15ですけどね、今25も持ってますね。はい、これで、竹島に4時20分ぐらいかな、定刻通り、着きました。そんなとこですかね、バタバタツアー、私は満足しました。次回あったら参加するか微妙ですけど、以上、アキラ系がリポートしました。